さあどう来るか。惜しいですね。はい、これもファウル。変化球空振り。打順は3番糸井。ツーアウトランナーありません。先発ピッチャー菅野、そしてキャッチャーは大野。このバッテリーをホークス打線がどう攻略していくか。インサイド落ちました。ご覧いただいているのがホークス今日のオーダーです。筒香が打席に入ります。初球大きく外れています。これが2球目。いい球でしたね。ワンボールツーストライクと追い込みました。打ちました。伸びていく。どうだ。入れば先制。見事。インコース決まってストライク。スピードボールを持っています。打ちました。バッターボックスには指名打者の糸井。ワンアウトランナーありません。これはすっぽ抜けました。体に近いところ。次が3球目。ヌルトは手を出しました。ワンボールツーストライク。さあ勝負してくるのか。変化球空振り。ツーアウトになりました。バッターボックスには4番秋山。ツーアウトランナーありません。初球はボールになりました。スピードボールを持っています。低めの球153キロ打ちました。弾き返した打球はライトへ。追いかけるホークスの攻撃。4番バッター山川。ホークス1点リードで迎える中盤です。さあ小宮山さん、リードを守るべくしっかり抑え、初球から行きました。危ない球です。外のボール、ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。打ちました。バッターボックスは6番マギー。ツーアウトランナーありません。インサイド見送っています。スピードボールを持っています。今のファールの感じだとタイミング合ってないですから、他の球種を狙っていたかもしれませんね。次が4球目。変化球が低めに外れます。三振です。スリーアウトチェンジ。ホークスの攻撃。バッターボックス大野。ホークス1点リードで迎える中盤の攻撃です。西さん、まずはリードを広げていきたいですね。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。2球目打ちました。バッターは7番に入っている上林。2アウトになっています。この回のホークス打線ですが、たった3球で2アウトになっています。まあ積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどもね。ファウルボール。
3球目は何で来るか。カーブ、すくい上げた。ついに最終回を迎えました。7番から始まるホークスの攻撃、バッターは茂木。ホークス1点リードで迎える最終回です。小宮山さん、ここはしっかり抑えていきたい。西さん、バッターの甲斐、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあそうですね、バントしました。右方向へ転がした。ここで打席には吉田が入ります。嫌なところで回ってきましたね。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、得点圏には同点のランナー。この局面を逃げ切れば勝ちなわけですから、強い気持ちで向かっていってほしいですね。なるほど、そうですよね。ファースト、ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。初球打っていった。2番バッター山田、ゲッツー崩れでランナー残りました。初球は際どいところに来ました。ストライクです。内へ低めの変化球、ノーボールツーストライク。これが3球目。ショート、これから3回の裏、ホークスの攻撃。バッターボックスは8番井上。ホークス同点で迎える最後の攻撃です。西さん、最後の攻撃、何としても塁に出たいですよね。まあここはね、確実に行きたいですよね。今のはよく見ましたね。はい、ワンアウトです。バッターは9番に入っている糸原。菅、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。次が2球目、変化球打った。打順は1番に帰ります。バッター久保、先ほどの打席でソロホームランを放っています。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。目は何で来るか。ふわふわっと上がった。バッターボックス藤岡、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。アウトコース、ボール、際どいコース外れました。ボール先行です。次が3球目、この球は外れています。ストライクが入りません。ストレートのフォアボール。まずは変化球、回は4回の表、ソフトバンクホークス、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。ここからクリーンナップへと入っていきます。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ホークス同点で迎える最後です。これが2球目、変化球打った。バッターボックスには山川が入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあここで切り抜けてしっかり流れを取り戻したいですね。なるほど、そうですね。ここはゲッツーを取るようなピッチングになりそうですね。そうですね。よどい球、わずかに外れています。150キロ。さあ追い込みました。まあもう1球外してもいいので、そこ
外に逃げるボールを引っ掛けさせたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。低め、これは外れた。フルカウントになります。空振り三振。ソフトバンクホークス4回裏の攻撃になります。ここで打順は4番に回ってきました。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ホークス同点で迎える最後の攻撃です。ホークスピッチャーが変わります。一打サヨナラ。外れてボールになりました。まあ、向こうは併殺を狙っていると思いますから術中にはまらないよう気をつけたいですね。そうですね。ここは釣り球をしっかり見極めたいですね。なるほど、そうですか。大野が入ります。さあアウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。まあ決めればさよならですからね。もうここで決めてしまいたいですね。なるほど、そうですよね。セカンド。そして打席には中村が入っています。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあ今度こそここで決めたいですね。なるほど、そうですね。次が2球目。誘ってきましたね。今のファールの感じだとタイミング合ってないですから、他の球種を狙っていたかもしれませんね。